こんにちは。楽天証券経済研究所の戸下です。この動画ではマーケットスピード2のチャート機能について解説していきます。それでは早速始めたいと思います。まずはマーケットスピード2のチャート機能について、その特徴を4つにまとめました。1つずつ紹介していきますと、最初はテクニカル分析の指標の数が大幅にアップしているという点です。旧来のマーケットスピードでは27種類だったものが、マーケットスピード2では57種類に増えました。2つ目に挙げられるのは、いろいろな指標がチャート表示できるようになったという点です。個別銘柄をはじめとして、日経平均、トピックスなど国内株の指標だけでなく、国内の業種ごとの指数や、アメリカのニューヨークダウや中国の上海総合指数といった海外の株価指標、そして為替や金や原油などのコモディティ指標のチャートも見れるようになっています。3つ目は、チャート表示や編集機能の自由度が拡大しました。複数のテクニカル指標を重ねて表示させたり、色の変更や線の太さなども細かく設定できるようになっています。また、マウスを使ってチャートの表示期間や大きさを自由に調整できるようにもなっています。そして最後の4つ目は、発注や注文状況との連動性も強化された点です。ダブルクリックで注文画面を起動させたり、チャート上にその注文した価格をはじめ、すでに保有している株の平均取得価格や信用取引の縦単価などを表示させることができます。また、チャート上から注文の差し値変更もできるようになっています。それではただいま紹介した特徴について実際の画面でも確認してみましょう。ご覧いただいているのはマーケットスピード2の画面の左端に縦に並んでいる項目からチャートを選んだ画面になります。この他にもマーケットスピード2でチャートを表示させる方法はいくつかあり、先ほどと同じく画面左端の項目にある投資情報からマーケットを選択し、右側の画面にあるチャートのタブをクリックして、さらに画面右上の拡大ボタンを押すといった表示もできます。元に戻すときには再びこのボタンを押すと元に戻ります。個別株につきましても、縦の項目から個別銘柄、こちらを選択しまして、マーケットの時と同じようにチャートを拡大表示させます。話をチャート機能に戻しますと、まず左側の上の方に個別銘柄、マーケット、業種別指数といったメニューが並んでいますので、ここから表示させたい指標を選んでリストを表示させます。リストにつきましては、個別銘柄であれば登録銘柄やランキング、これまでに表示させた履歴など、さまざまなものを表示することができます。マーケットにつきましては、同じくリストの右上の方にございます歯車のボタンを押すことで、国内外の株価指標や為替、コモディティといったものの選択や並べ替えをすることができます。そして表示させたいテクニカル指標を選ぶ際には、チャートの上の方にあるテクニカル、このボタンを押します。すると選択画面が立ち上がります。選択画面はトレンド系、オシレーター系、チャート形状がタブごとに分かれていますので、表示させたい分析指標ごとにチェックを入れます。ここでは単純移動平均線と HL バンドを選択しています。なお、トレンド系とオシレーター系はそれぞれ5つまで表示することが可能です。表示させたテクニカル指標については、チャートの上の方にありますびっくりマークの判例ボタンを押します。そしてこのボタンの横並びにございます十字のボタン、こちらを押して十字カーソルを出すことによって、該当する具体的な数値を確認することができます。なお、こちらの判例が表示されている部分につきましては、ここをダブルクリックすることで設定期間をはじめ線の色や太さなどを変えることができます。試しに単純移動平均線のところをダブルクリックしてみます。すると別画面が立ち上がりますので、ここで設定期間の変更や色の変更ができます。試しにここでは線の太さを変えてみます。こちら移動平均線3本チェック入っているんですけども、こちらの数字を上げることによって線の太さがこのように変わっていきます。また、チャートの表示期間につきましては、マウスのカーソルを下の方に持っていくと、薄くスライドバーが表示されます。そこでこのスライドバーをドラッグで拡大・縮小させることで、チャートの表示期間が自由に変更することができます。また、縦軸の株価のメモリにつきましても、メモリ表示のところをマウスでドラッグすることでチャートの大きさを変えることができます。そして注文機能との連動につきましては、チャート上をダブルクリックしますと、現物や信用の売り買いなどの注文選択画面が表示されます。試しにここで現物買いを選択すると、発注画面が立ち上がりますが、その中で価格のところに注目してみますと、ダブルクリックした箇所の指し値が入力されています。また、チャート上を右クリックしますと、縦に細長いメニューが表示されます。その中から表示のところを選んでいただき、そこから現在値のラインや注文ライン、保有している現物株の平均指導価格や信用縦玉の縦単価の表示の有無を選ぶことができます。続いてマーケットスピード2のちょっとした小技について紹介します。ここでは3つほど取り上げています。その1はチャートの配色を変えるという小技です。基本的にマーケットスピード2のチャートは黒の背景色をベースに表示されていますが、やっぱり白を背景にしてローソク足自体も昔ながらの白黒で表示させたいといった投資家の方も多くいらっしゃいますので、その設定方法になります。その2とその3につきましては、絶対に必要というわけではありませんが、大きなディスプレイや複数のディスプレイを利用されていらっしゃる方には便利な小技になります。それでは再び実際のマーケットスピード2の画面で確認してみましょう。チャートの配色を変えるには、マーケットスピード2の画面上部の右上にあるその他メニューのアイコンをクリックします。こちらになります。そして表示される項目の中からチャート設定を選びます。すると別画面が立ち上がります。その画面の中からまず表示色を選択します。ここで変更するのは背景色やメモリ線の文字などです。ここではメモリ線とメモリの文字を濃いめのグレーにしてみます。そして背景色を白にしていきます。ちなみに背景色は上部と下部に分かれています。今回は両方とも白にしましたが、それぞれ異なった色にすると背景色がグラデーション表示になります。続いて変更するのがローソク足の色です。今度は左側の中からチャート形状を選んでいただき、ローソク足、こちらをクリックします。そして陽線の枠線、こちらを黒にしていきます。今度は陽線の内部を白にしていきます。陰線はともに黒にしていきます。これで OK を押せば完了です。なお、元の設定に戻したい場合には、同じくこちらのチャート設定画面から初期値に戻すというボタンがございますので、こちらを押してください。そして次に紹介する小技その3は、銘柄リスト絡みのテクニックです。リストの中から気になる銘柄を見つけた際にどうするかという機能になります。初期設定ではダブルクリックをすると、注文の選択画面が表示されます。このように注文の選択画面が表示されるのですが、これを変更することもできます。マーケットスピード2の画面上部に歯車のアイコンがあるんですが、こちらを押していただきます。別画面が立ち上がりますので、その中から全体設定を選んでいただきます。するとその中に一覧画面のダブルクリック時の指定画面というのがございまして、そこに現在発注パネルというのが初期設定になっているんですけども、ここがメニューになっていまして、発注パネルをはじめ、チャートですとか、指標、ニュース、こちらを表示を切り替えることが可能です。で、ここをチャートにしまして、適用。で、OK にしますと、先ほどと同じように、銘柄のところをダブルクリックしますと、チャートが立ち上がるというふうになります。ちなみに、このようにランキングを表示させた際に気になる銘柄が出てくるとこともあるかと思いますが、その際に同じように環境設定の歯車のボタンから全体設定で今度はニュースを選択していきますと、このようにその銘柄に関するニュースが表示されるようになります。特にランキングの売買代金など上位に来る銘柄などは投資家の注目を集めているわけですから、この小技であらかじめニュースを選択しておけば、何か材料が出たのかと思った時にその銘柄をダブルクリックすればすぐにニュースをチェックすることができるというわけです。そして最後になりますが、これまで紹介してきましたチャート機能を生かすためにテクニカル分析の考え方についても簡単に触れてみたいと思います。いわゆるチャートやそれに関する機能はテクニカル分析と呼ばれています。企業の中身をベースとするファンダメンタルズ分析に対し、テクニカル分析はチャートから値動きの推移やパターンから投資タイミングを分析する手法です。あくまでも理屈の上では、どの銘柄を取引するのかといつ取引するのかの2つが合致していれば株式取引で利益を得ることができるわけですが、テクニカル分析の守備範囲は資料が示す通り、いつの方に軸足を置いています。何をに軸足を置くファンダメンタルズ分析と合わせて車の両輪になっていると言えます。そもそもチャートという言葉は船の航海で使う海図のことも指しています。株価のチャートにつきましても価格や売買高、株価の推移などを表した売買の記録です。ただし単なる記録といってもそこには投資家や市場の心理などが反映されています。そしてその記録から株価の値動きの傾向や方向性、繰り返されるパターンはないか、相場の強さなどを読み取り、投資のタイミングや今後の予測に役立てるというのがテクニカル分析の基本です。テクニカル分析というと、売買サインばかりが注目され、当たる、当たらないで判断されがちとなる傾向があります。そのためか個人投資家の間でもプロ以上にチャートを見ていらっしゃる方がいる一方で、全くチャートを見ないという方まで、テクニカル分析に対する距離感に大きなばらつきがあります。そのため、本来はチャートから相場の状況を感じ取ることが基本にあるということを意識していただければと思います。解説は以上になりますが、今回紹介しました機能を使いこなすためには、慣れと経験が必要な部分もありますので、ぜひマーケットスピード2を積極的に操作してみてください。その度に新しい発見や相場の状況につきまして、いろいろと見えてくるものがあるかと思います。それでは最後までご視聴いただきましてありがとうございました。